では KTR のGamingアークやっていきたいと思います。今日はね、拠点紹介をやっていきたいと思います。現在ですね、ラグナロクでサーバーを立てて、キングダムエボルブズっていう形でマルチプレイをね、参加型をやっているんだけれども、その中のね、トライブのメンバーの拠点を今日は紹介していきたいと思います。それでは本日の目次はこちら1つ目、拠点の場所。2つ目、拠点の紹介。そして最後に僕がグッとくる拠点のポイントを紹介していきたいと思います。それではまず1つ目に拠点の場所になるんだけど、ここはね、一応首都になってて、キングダムエボルブドの中心地になっております。なので、ここの周辺にはね、いろんな施設があるんだよね。向こうの方にもね、いろんな施設があってっていう形で、ここが王国の中心部になります。で、拠点に関してはトライブのみんなにはこの周辺に作ってねっていう形なので、この周りにみんなはね、拠点を作っているっていうような形になっております。で、一応ちなみにね、首都なんだけど、座標的には 23.2、48.1 っていう形で、まあ、火山のすぐ近くで、まあ、海にもすぐ出れてみたいな形で、ワイバーンの巣とか雪山も近いよね、みたいな感じの場所になっております。それでは早速、今日紹介する拠点を見ていきたいと思います。それでは本日紹介する拠点は、こちらのドクトリさんの拠点になっております。で、場所はね、もう本当に火山の真近く。もう向こうでね、なんかね、溶岩が出たり、火山が噴火したりしてるんだけど、そんな感じのお近くの場所になっております。なのでね、まあ、そこにレックスいるみたいな感じで、めちゃくちゃ治安は悪いです。はい。で、場所的にはね、かなり首都から近くて、27.5、51.3 という形の拠点のポイントになっております。ということで、早速、この拠点の紹介をしていきたいと思います。まあ、この拠点の紹介をね、する前にね、まず環境からお伝えするんだけど、まあ、こんな感じでね、お隣ね、溶岩溢れる火山です。はい。こんな感じで、ちょっとね、ワイルドな感じの環境になってます。はい。なんか隕石とか飛んでくるのかな、ここはね。うん。で、さらにね、この拠点に関しては、マジでね、治安があまり良くないので、結構こうやってね、レックスとかも野生のやつが出たりしているので、まあ、ここら辺ね、一応タレットとかを装備したり、あとは一応石のゲートで囲って、まあ、守っているっていうような感じですね。まあ、こんな感じで、めちゃめちゃタレットが売ってるっていう感じで、タレットとかで防衛をしているような感じですね。やばいじゃん。やばいこれ。今、木にはダメージ入ったよね。やばくないこれ。拠点紹介中ですが、ちょっと今、緊急事態が起きました。なんか、レックスの頭が貫通して、向こう側の木に思いっきりダメージ入ってたような気がします。ちょっと確認しに行ってみたいと思います。145のレックスだって。これさ、さっき、明らかにかじられたよね、ここら辺。かじられてますね。これ、ゲートもうちょっとあれだね。ワイドに広げないと、顔が貫通しちゃって、ぶち当たっちゃうね、中に。っていう感じで、このポイントとしては、まあまあ治安が悪いね、場所になっております。はい。で、外観としてはね、このタワー型になってるんだよね。結構ね、面白い形になっていて、で、このタワー型の、このなんていうかな、一部の面に関しては、こうやって恐竜ゲートを置いているので、こっからね、拡張することもできるみたいな感じになってて、その拡張した場所に、こうやってポータルとかを置いているっていう感じなんですよ。なのでね、結構ね、作りとしては拡張性高く、で、なんか縦に伸びた、まあ、ニューヨークスタイルなのかな。うん、そんな感じの建物になっております。それでは、正面玄関から入っていきたいと思います。バカ。さあ、それでは拠点に入っていきたいと思います。で、ここの拠点ね、なんとね、ここ見てください、下。温泉です。温泉になってます、ここ。皆さん、右下見てください。リラックスって書いてあるでしょ。そういうことなんだよね。なんとここ、温泉の真上に拠点がありまして、この温泉の温度がですね、だいたい、119度あります。はい。119度ほどね、この温度ありますので、この真上に立っているってことで、結構蒸し焼き器になっておりますので、まあ、なんかね、シューマイとか置くと美味しくできるんじゃないかな、みたいな、そんな感じの拠点になっております。はい。これ地上からはどうやって入るのかな。あ、ここかな。それでは入ってみましょう。拠点の内部ですね。カマキリがおるぞ。早速カマキリが出迎えてくれましたね。っていう感じで、内装はね、見てこれ結構面白いでしょ。なんかミュージアムみたいな感じの作りになってるんだよね。なんかショッピングモールとか、あと博物館とか、そんな感じの、なんかね、面白いね、施設になっているんですよ、作り的に。で、メインはね、おそらくこの1階の作業場がほとんどね、集約されていて、まあ、いろんな調理器具とか、冷蔵庫とか、レプリケーターとか、破砕機とか、で、まあ、金庫とか、まあ、いろいろこういうものがあるので、まあ、大体1階にいろんなものが集約されてて、ここで、まあ、作業するみたいな感じだと思います。で、まあ、ある程度の恐竜もここにいるので、これ多分キブリ作ってるんだと思うんだけど、こんな感じである程度はもう1回に集約させて、ここでほとんどね事足りるような感じになっていて、縦に伸ばしているって感じかな。でサイドがいろいろね、さっきもポータルとかあったように拡張できるような形になっているので、まあ、そこら辺がね面白い仕様になってるんじゃないかなっていうところですね。あえて内部じゃなくて外の部分で拡張を持たせるみたいな感じかな。あ、ドクトリさんだ。ドクトリさんこんなとこにいる。あら、寝てるな。なるほどね。これはちょっと後で、あれしよっかな。太鼓だ。とりあえずね、ドクトリさんが寝てる横でこんな感じで太鼓をうるさく叩くこともできるっていうような感じだね。なるほど、なるほど。いいね。じゃあ早速、上の方に登っていこうか。このタワーの作り結構ね、すごいいいよね。このね、上がどうなってるか見に行きたいと思います。さあ、登っていくぞ。パカ。あ、エレベーターがある。おー、なるほどね。はいはい、おもろ。ここはカマキリがいると。はいはいはい。まあ、虫好きの拠点ですからね。うん。ドクトリさんに関しては、虫がね、性的対象になっておりますので、まあ、虫マニアと言っても過言ではないのかと思います。はい。それではさらに4階に上がってみたいと思います。すごいな。4階建てってまあまあでけえよな。わー、すごい火山が一望できる。絶好調に火山が噴火してる。なるほどね、こっからは噴火がしっかり見えるんだね。ここなんか1個下があれか、ポータルだったのか。なるほどね。ここにテックポータルがあるから、ここでいろんなとこに飛べるね。でもなんかここ見渡しいいね。すごい開放感がある。開放感があって、やっぱりプテラキルとかもはかどりますね。いやー、いいですね。まあ、ただ火山がずっと噴火してるけど、あれ大丈夫なのかな。これ隕石ここまで降ってこないよね。怖えー。レックスは出るわ。火山は噴火するわ。やべえな。しかも下のさ、なんか水温が100度超えてるからね。多分こん中めちゃくちゃ暑いだろうな。下の水温100度超えってやばいでしょ。それではこのまま屋上に上がってみますか。屋上へ上がってみたいと思いますよ、このまま。はいはいはい。で、屋上にたどり着くと、ここは何があるのかな。なるほどね。ここはあれだ。農園があるんだ。温室がいっぱいあるから、ここ菜園を置いてますね、かなり。あ、で、タレットもここに置いてるんだ。なるほどね。これで迎撃してるんだね、タレットで。なるほど、なるほど。あれ、ガチャのブリーディングとかもここでしてんのかな、もしかしたら。なるほど。で、護衛のワイバーンがいると。なるほど。しかもこれエレベーターあるじゃん。いいね。これで一気に下まで行けるじゃん。で、ここには恐竜を置くスペースとか、まあ、ヘリポートみたいな感じで使えたりもするのか、こういったスペースを。なんかいいじゃないですか。面白いね。シンプルだけどかなり使い勝手は良さそうだね。それじゃあ上の菜園とかちょっと見てみる？バカ。これは西から伝わる三段重ねだ。なるほどね。これで効率よく菜園を作ってるんだ。こっちも菜園があるぞ。こっちはあれじゃん。なんだっけ、プラント、なんだっけ、プラント Y か。はいはい、いいですね。しかもここも三段重ねで、なんかあれだね、水平に置かれてるから、なんかいい感じしますね。なんか今まで紹介してきた人たちって、なんかすごいなんか調子乗ってるか知らないけど、斜めに置いたりしてて、すごい綺麗に見せたりしてたから、ちょっとね、なんか C4 置きたくなってた気分だったんだけど、ここはすごく共感が持てますね。いいですね。ここすごくいいと思います。はい。これはあれだ。ドアフレーム使ってるんだ。なるほど。ドアフレームを柱みたいに見せてるんだ。なるほどね。しかもなんかこれモッドをいい感じに使ってる。これモッドなんだよね。これライトモッド。いろんなね、照明のモッドをね、入れてるから、いいじゃないですか。こういったモッドもね、使ってるんだね。あとはね、モッドはね、スナップポイントが多くなって、結構ね、建築がしやすくなるモッドとかを使っているので、結構今回は建築勢のみんなにね、いろいろやってもらおうと思ってるから、そんな感じのね、建築系のモッドはまあまあ入れちゃったりしてるんですよ。って感じでね、この拠点に関してはね、1階はシンプルなんだけど、外がね、結構ね、拡張性高く作られてるっていうような感じなんだよね。このポータルを置いてるとこもそうなんだけど、このなんていうかな、円柱っていうの、この形の面々にこういう風に恐竜ゲートを置いていて、こっからね、拡張できるようにしているので、そこら辺がね、ちょっと面白いかなって思ったね。結構普通だったら拠点を拡張するんだけど、外になんかな、ハードディスク外付けじゃないけど、そんなイメージで、外付けで拡張できるような仕様にしているっていうのが面白いかなって思ったね。で、あとは基本的には内部に関してはすごくシンプルで、1階にね、いろんなものが集約されていて、そこを中心に使っているっていうような形ですね。で、まあやっぱりね、作業場に関してはね、集約させた方がね、俺も一番いいかなって思ってるので、まあ、こんな感じでね、1階に集約させてコンパクトにまとめて、まあ、利便性を高めているっていうようなイメージですね。それでは最後に僕がこの拠点でグッとくるポイントを紹介していきたいと思います。まず1つ目なんだけど、ここの上わかるかな、この上の構造。なんていうかな、この階段というか、この上に伸ばしている感じ。すごいいい感じなんだよね。これ好きなんだよね、この感じの構造。なんか外壁にさ、廊下があって、ぐるぐる回って上に登っていくみたいな感じ。これいいよね。俺は結構この作り好きなんだよね。こう縦に伸びる感じ。で、かなりね、吹き抜けになっていて、すごいね、開放感あるので、僕はね、結構グッとくるポイントかなって思いますね。で、あとはやっぱりね、この拠点ね、なんたって、下なんだよね。この下のさ、温泉。ここがやっぱりね、一番の味噌だと思います。はい。まあ、ちなみに温度はもう一回伝えると、現状で117度です。はい。入ったら人間死にます。はい。なので、沸騰しているね、このお湯の真上に拠点があるので、多分1階のみんなはね、蒸し風呂状態っていうか、普通にね、シューマイみたいな感じ、肉まんみたいな感じに蒸し上がってるんじゃないかなと思います。はい。これ絶対暑いだろ、ここ。やばいっしょ、ここ。だってこの木の下117度だよ。いかれてんだろ、ここよ。それでは早速ね、家主のドクトリさんがなんか寝ていたので、なんかいたずらしていきたいと思います。あれ？こんなところに、たまたま偶然本当に奇跡的にワイヤートラップ、かっこ催眠ガスがある。じゃあたまたま置いてあるから、まああれだね、試しに、ここに置いとこうかな。この催眠ガスをちょうどね、ベッド囲むように置いておきたいと思います。あ、やばい、俺が踏んじゃった、まずい。ああ、ワイヤートラップ。おい、これ催眠ガスがとんでもねえ数あんぞ。これさ、かかると、あれだよね、催眠ガスが出るから、多分ドクトリさん起きた瞬間寝るよね。起きた瞬間寝るって面白そうだな。ふぅ。いやー、今日は楽しい拠点紹介してもらってありがとうございます。ドクトリさんはこのまま、あれかな？蒸し風呂で熱くなってシューマイになった後、もう一回催眠ガスで寝るのかな？うん。ということで本日はドクトリさんの拠点紹介をしてまいりました。なんとね、下に、ヒエノドン入ってきてますやん。ということでね、ドクトリさんの拠点紹介をやってまいりました。リラックスできる温泉があるのが一番いいんじゃないかと思います。ただ温度は、今123度です。はい。暑いな、おい！おじいちゃんの厚めが好きとかいう問題じゃねえぞ、ここ！ということで、今日のこの拠点紹介いかがだったでしょうか？やっぱりね、このね、シンプルな作りではあるんだけど、外への拡張性と、あとはね、やっぱりね、この内部のなんていうかな、このダークソウルみたいな、この階段がくるくるなってるやつ。これがね、俺はね、結構好きなので、これグッときましたね。皆さんもね、ぜひね、このニューヨークスタイルの縦に高い拠点作ってみてはいかがでしょうか？それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。